ハット P-11B は、構成ハット P-11 の周囲を公転する太陽系外惑星である。この惑星はトランジット法によって発見され、2009年1月2日に公表された。この惑星は、白鳥座の方角に約123光年に位置し、重等級の系型種系列性ハット P-11 の周囲を公転している。地球半径の 約5倍と発見当時、最も小さいトランジット惑星であったが、約26地球質量とグリーゼ436ビットよりも大きい質量を持っていた。トランジット惑星の典型である、ペガススザ51番星 B が、ペガススザ51番星の周囲を公転するのとほぼ同じ軌道距離を持つ。しかし、この惑星の軌道離心率は約0.198と、 ホットネプチューンとしては異常に大きい。ハット P-11 の惑星系は、ケプラーミッションのニアの中にある。その視線速度は定まらず、これは、K の中の未知の惑星のせいであると考えられている。この惑星の核は、10%のヘリウム及び、水素90、90%のシゲモトソとした時のモデルと、当てはまる。平温度は8 7 8 5 k 推定される。2014年、海洋星級の太陽系外惑星として、初めて水蒸気の存在が確認された。NASA などの研究チームにより、3つの宇宙望遠鏡の観測データを組み合わせて、光の波長を分析することで、この惑星の大気に水分子が存在することが確認された。ウィキメディアコモンズには、HATP-11B に関するカテゴリがあります。 ありがとうございます。